話をを聞いてくれるように工夫や努力をしましょうとなんですねでまずこのお断りの一番多いこの結構です、まあ、まずねやらんといけないことはえー、皆様どうもこんにちはこんばんはこんばんは株式会社即決営業人情派のニですえー、本日はですねテレアポや法犯やってる方でもう最初のアプローチの時ですねこの時のネガに対する切り返しってことでねどんどんお伝えしていきますね まあ、これはね、どんな商品、商材であろうと言われるお断りですね。もうそのままね、えー、もう書き出していただいてね、トークスクリプトとして使ってもらって、もうあの、大丈夫だぐらい自信ありますのでね、しっかり学んでいってくださいね。あの、私自身で、ね、も18歳からもう訪問販売ずっとやってきてます。 で、これね、もう事実としてね、もうざっくり計算したらなんですけど、まあ、あの、個人宅、あの、個人宅の場合はですね、もうピンポンピンポンで約13万件です。もう13万回ピンポン押してきてるんですよね。でですね、また私あの、法人もあの、法犯ずっとやってましたんでね、えー、法人の方でもざっくり計算すると約8000社です。8000社の、もう、こんにちはを、えー、法犯でやってきてるんですよね。で、またこれにプラステレアポですね、もうテレアポ増やしたらもう、もうわけわからないぐらいの数です。 で、あの、テレアポに関してはもう、今もね、弊社はあの、テレアポが基本です。まあ、私自身もね、そのテレアポの、あの、ね、アルバイトさんからいろんな方がいらっしゃるんですけどね。まあ、そのマネージャーの、マネージャーとして、まあ、責任者としてもやっておりますので、まあ、いわゆるね、そのトークとかの、この全てを統括してるわけなんですよ。ですからね、この最初の、もういわゆるアプローチアウトですね。これを徹底的にもうなくすことを心がけてきたんですよ。まあ、要するにね、お客さんをまずは聞く体制に、 する、聞く体制になってもらうっていう、まずこの努力をもうずっとやってきてるわけなんですよ。で、よく後半で言われますけど、もう数は大事です。数をたくさん回りましょう。聞いてくれる人を探しましょうってよく言いますけど、ね、聞いてくれる人ってやっぱりね、あの、探してたら大変なんですよ。ですから、聞いてくれる人を探すのはもちろんなんですけども、聞いてくれるように努力する。こっちも大事なわけなんですよね。 ね、いわゆる他の営業さんだったらもう結構です言われたら、じゃあ、あの、わかりましたって引き下がる、ね、聞いてくれる人いないかなって探し続ける人と、ね、あの、聞いてもらう人、プラス、聞いてもらおうと努力する。これをずっと続けていく。この1ヶ月の差ってかなりの大きな差になるわけなんですよ。 ま、例えばテレアポでもですけど、例えば、ま、100件かけて、10件は話聞いてくれる。逆に90件はガチャ切りされるとしましょう。じゃあこの場合、200件かけたらですよ。200件かけたら、ま、確率的に20人の人は話聞いてくれるって感じになるわけですね。要するに、絶対数を増やしたら、もちろん聞いてくれる人も2倍になります。ただですよ、このアプローチアウトですよね、結構ですとか、これにちゃんと切り返しを準備して、ちゃんと切り返しをやって、あ、じゃあ聞いてみようかっていう聞く体制を作ってもらったらですよ。 ね、要するに、100件そういうことを努力したら、20件は聞いてくれるようになるわけなんですよ。もうそれだけで最終的な20件。これは同じ2倍の数になるわけですよ。ね、要するに200件かけての20件と100件かけての20件。もうどっちが効率いいかって、効率の面でも絶対いいわけなんですよ。ですからね、もうテレアポやったらもう最初のガチャ切りですよね。そしてね、えー、法犯だったらもういきなりの断りでもうね、ドアガチャって閉められる。もうこれをなくすだけでね、要するに同じ労力であっても、絶対契約数って2倍になってくるんですよ。 で、本当にあの、私自身の考え方ですけど、営業は数、もうとにかく数っていうこの考え方、私あの、半分正解ですけど、半分間違いだとも思ってるんですね。まあ、要するにその数は大事ですけど、それとともにやっぱ質です。どっちも上げることが一番効果的ですし、効率も上がります。ですのでね、なかなかもう最初の時点でもお断りばっかりされてるんですって方がいらっしゃったらね、たくさんあの、勉強になることありますんでね、えー、しっかり勉強していってくださいね。素欠営業。さあ、それではどんどん行きましょう。まず一つ目です。えー、それね、結構です、ですね。 まあこの結構です。まあこれがおそらくまあもう法人個人関係なく業種商品関係なく多分一番多いお断りでしょうね。まあ私も過去言われた回数絶対1位です、これが。まずですね、もうダメな例です。もうそれは何かってう簡単に引き下がることですよ。もう話になりません。要するに、あ、そうですか。またよろしくお願いします。とか言って、もう電話やったらこっちから切ったり、ね、もう後半であ、失礼します。って言って次行くとか、もうこれが一番ダメです。 ま、先ほども言いましたけど、話を聞いてくれる人を探す仕事ではないです。話を聞いてくれるように工夫や努力をしましょうとなんですね。で、まずこのお断りの一番多い、この結構です。まあ、まずね、やらんといけないことは、相手の気持ちをちゃんと察してあげることです。ね、相手の気持ちを察する。これをしないと、要するに、この後のこっちの話を絶対聞いてくれないわけなんですよ。じゃあ、まずね、このね、相手の気持ちって何なのか、いわゆる、法犯とかテレアポでかかってきたお客様の気持ちって何なのか、これも一つだけです。あのね、面倒くさいなんですよ。 もうとにかくね、保護とかテレアポって、まあ突然なんか家でゆっくりしたら来られたりとか、なんかやってて来られたりとか、仕事中にテレアポで電話かかってくる。もうこれ自体がめんどくさいんですよ。ですからね、まずは、あ、めんどくさいなんか本当にすいません。もうこれをちゃんと伝えることなんですよ。 もうこれがないとね、まず相手は絶対こっちに何の敬意を持ってくれません。もう、あの、これを察してなくて、すいません、めんどくさいなんかすいませんってこれ伝えてなかったら、ああ、もういいです。ガチャってもう切られるだけなんですよ。ですから、まず、あ、めんどくさいですよね。本当に突然すいませんと。そんな上で、ちょっとあの、大事な話があってきてるんですと。ね、もしくはちょっとそれで電話かけてるから、ちょっとだけ聞いてね。 と、こんな感じです、雰囲気的にはね。じゃあ、それ実際のトーク行きましょう。例えば、後半だったらね、ああ、もう結構です、って言われました。あーそうですよね。あの、突然お伺いして、もう大変申し訳ございませんでした。そんな中でね、これ、〇〇様に直接お伝えすることありましたのでね、もう本当にめんどくさいと思われますが、あの、わざわざ直接お伺いさせてもらってます。もうすぐに終わらせますので、お時間少しだけよろしくお願いします。と、まあ、こんな感じですね。他にもね、あの、テレアポだったらこんな感じですね。あ、そうですよね。 もう、お仕事中にね、突然のお電話大変申し訳ございません。あの、そんな中で〇〇様にも直接お伝えすることがありましたので、めんどくさいと思うんですが、忙しいと思うんですが、直接ご連絡させていただきました。すぐに終わらせますのでね、どうかご対応よろしくお願いいたします。と、まあ、こんな感じですね。まあ、実はですね、ほぼ最初の断り、いわゆるこのアプローチアウトに関してはもう、ほぼほぼこれで統一していいぐらいだと思ってください。 ねこれ先ほど言いました。まずは突然の訪問とか突然の電話。もうこれは大変申し訳ございません。すいません。と。そんな中で直接連絡や訪問させてもらってます。となぜならね、あなたにとって大事なことを直接伝えるためなんです。と、とこの姿勢なんですよ。本当にね、もう法犯とかテレアポっていきなりはごめんね。でも大事なことを伝えに来てるからねっていう、このマインドがとても大事です。もうこれってテレアポとか法犯する上でのもう基本中の基本中の基本のマインドやと思って,てください。 で、なんでかっていうとね、もしこのね、あの、突然は申し訳ない。でもほんまに大事なことやからっていう、この姿勢がなかったらね、なんかね、ずっと本当に断られ続けてたら、なんかね、自分がね、惨めな感じになってくるんですよ。なんか、ああ、この仕事ってやっぱ必要とされてないんかなとかね、なんだったら、ああ、なんか俺、世の中から必要とされてないんかなとか、こんな気持ちになっていっちゃう人もいるわけなんですよ。で、これが絶対ダメです。ですからね、何があってもです。あの、もうすぐに引き下がらないでください。 もう本当にね、そのすぐになんかこう引き下がる行為ですよね。これがやっぱりね、ボディーブローのようにね、なんかもうどん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 なんか自分を惨めにさしていっちゃうんですよね。ですから、もう突然ごめん。でも大事なことやから手止めて聞いてねっていう、この形です。で、実際ね、営業の仕事ってまず分かってほしいのが本当に大事な仕事です。もういわゆるね、あなたがわざわざ営業をしてあげるから、やっぱ個人とか法人のいわゆるほったらかしになってしまっている問題をちゃんと解決できるわけなんですよ。 ね、もう要するにあなたがいないともうその問題ってもうさらにどん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 ひどくなる一方なんですよ。ね、もう今すでに損してる人はもうこれからもずっと損していきます。ね、えー、得をするチャンスがあるにもかかわらずずっとそのチャンスを手にしないまま終わっちゃうんですよ。ですからね、やっぱ我々営業の仕事というのはもう大事な仕事なんですよ。もうね、お客様にそうならないためにしっかり営業で伝えてあげて、そしてそのお客様の問題を解決してあげる。そういった意味でね、もう本当に先ほどのトーク、これもしっかりしてあげてください。 で、あの、大事なことはもう一つ。じゃあ、先ほどみたいに切り替えしました。あの、少しの、ね、少しだけで構いませんので、お時間よろしくお願いしますって言いました。この後です。この後なんですけど、めっちゃ大事なんですよ。この後ね、必ず質問で終わるようにしてください。で、どんな質問かって言ったらもうこれです。あの、で、〇〇さんはちなみに〇〇でお間違いなかったですよね。 です。こういう風にね、あの、質問で終わるようにしてほしいんですよ。これなぜならですね、ちょっと脳科学の話になりますが脳科学的にですね、脳って質問されたら、必ずその質問に対して反応するように答えるようになって作られてるわけなんですよ。まあ、言い方悪いですけど、断ろうとしてる意識が、必ずその質問の意識に持ってかれるように作られてるんですね、脳、脳みそはね。ですから、ああ、もう断ろうめんどくさいっていう、この意識をバッとね、何やっていう別の意識、こっちの意識に向かす技術なんですよ、これって。 ですから、これ、〇〇さんもすいません。ちなみに、〇〇でお間違いなかったですよね。と、必ず質問で終わるようにしてください。で、この質問の答えってね、あの、大事な必ず、イエスで終わる質問にしてほしいんですよ。これイエスで終わる質問ってのはどういうことか例えばね、弊社であれば、あの、即決営業とは別でね、訪問販売の学習教材の営業をしてるんですけどね。えー、例えばですね、あの、弊社だったらこんな感じです。えー、例えばですね、あ、田中様はちなみに、大阪の高槻市にお住まいでお間違いなかったですよね。っていう、こんな感じです。 もうね、分かりきってるんですよ。あの、こう、リストがあって、高槻市にかけてる、高槻市の田中様にかけてるで、もう高槻市の人って分かってるんですけど、わざわざ、すみません、田中様、ちなみに高槻市にお住まいで間違いなかったですよねっていう形で、はい、そうやけどっていう、このイエスで必ず終わる質問にしてほしいんですよ。もう、分かりきってるイエスでいいです。なぜならね、このイエスには、あの、一貫性の法則っていうのが働きますから、お客さんがはいって答えたら、このはいが続くようになっていくんですよ。 要するに、ノーノーノー、結構です、結構です、結構ですの、このノーの連鎖を止めるために、はいって言わすことが大事なんですね。で、それに対してね、あの、ダメな質問、やったらいけない質問が、いわゆる、あ、少しだけお時間よろしくお願いします。そういう意味で、お時間よろしいですかとか、こんなんダメです。お時間よろしいですかって聞いてしまったら、もう、イエスかノーでもう絶対、ああ、もう時間ない、忙しいって言われて終わっちゃいます。で、またね、間髪入れずにこの質問言ってほしくて、例えば、あの、少しだけお時間お願いします。 って言って、相手のどう出るどうするっていう、このなんか出方を疑、伺っててもダメです。絶対にね。もう断られるだけです。ですから、もう間髪入れずに、すいません、お時間少しだけお願いします。で、ちなみに〇〇様、これ〇〇でお間違いなかったですよね。っていう、こう、間髪にイエスの質問行きましょうってことです。で、他には例えば法人のテレアポとかでしたらね、あ、ちなみにですね、田中株式会社様は、いわゆるそういう顧客販売の販売促進されてる。で、お間違いなかったですよね。 とか、〇〇株式会社様は、ちなみになんですけど、そういう健康記号をお扱いでお間違いなかったですよね。もう、とか、こんな感じです。もう、分かりきっているこの会社はこういう会社で分かりきっていることを、これでお間違いなかったですよねって聞いていくことなんです。じゃあ、相手はもちろん、ああ、そうですけど、はい、と、このイエスに言ってもらうことが大事なんですね。もう今なんか便利でね、ほんとテレアポでね、もうコールする5秒前にね、もう調べたら何の会社か分かる時代になってますから、まあ、便利な時代ですよ、本当にね。 ね、え、例えば、法犯だったら、もう突然のご訪問ですいませんと。ね、え、ただ大事なことをできてるから、あの、お時間少しだけお願いします。で、間髪入れずにです。で、ちなみに、〇〇様は今、〇〇をお使いでよろしかったですよね。とか、こういうトークがいいでしょうね。ね、この〇〇には何かしら必ずイエスが返ってくる言葉を入れるようにしてください。まあ、商品、商材によっていろいろ言い方変わると思います。例えばね、なんかネット関係の営業されてるんだったら、あ、る〇〇様はちなみに今、ネット回線ご使用でお間違いなかったですよね。 とか、こんな感じですよね。ね、太陽光蓄電池の営業されるんだったらね、あの、例えば蓄電池の営業されるんだったら、あの、丸野さん、ちなみに今、太陽光を使いでお間違いなかったですよね。とか、もう、分かりきってるイエスで OK です。必ずイエスで、えー、終わる質問をするようにしましょうってことです。ね、例えばリフォームの訪問営業だったら、もうなんか、大体分かりきってる話っていうのが、あの、丸野さん、ちなみに今、お住まい3年以上でお間違いなかったですかね。とか、こんな感じですよね。 とかね、あの、新聞映画、あの、今、新聞をお取りになっているのでお間違いなかったですよね。とか、こんな感じで、で、このイエスに対して初めて脳がですよ、質問に対して絶対脳は反応するようになってますから、今まで脳脳どうことあろうっていう、この意識を必ずイエスに向かわせる。こっちに向かわせるっていう、これが大事な質問の仕方なんですよ。 ね、これに対して、ま、いきなり質問が先ほど言った通りに、ね、じゃあ、それでお時間いただいてよろしいですかとかですよね。もうなんかいきなり、なんかこういうことでお困りのことってなかったですかとかですよね。他には、これ、〇〇に関してご興味とかないですかとか、もうこんな質問しても絶対ダメです。まあ、断られるだけですからね。ですから気をつけて使ってくださいね。で、この質問の仕方もね、ちょっと、あの、仕方がちょっと重要でね、なんか堂々と、こうこうこうでお間違いなかったですよね。とか、なんかこんな怖い感じじゃなくて、 ま、念のためなんですがすいません、これで間違いなかったですよねっていう、まあ、ちょっと申し訳なさにすいませんけども、確認だけさせてもらってくださいっていう、こういう姿勢で行くのが一番ベストですね。まあ、これも先ほどの連続で、まあ、突然忙しいとこ、めんどくさいとこ、本当すいません、ね、えー、で、確認なんですけど、これでお間違いなかったですよねっていう、この申し訳ない感じはこの辺ぐらいまでは続いておいてください。理由がね、まだ心の扉がこれ開いてない状況なんですよ、アプローチですから。 ね、この心の扉が開いてないにもかかわらず、なんか堂々としていいのはちょっと間違ってるんですよ。あの、なんかこう堂々と対等になるのは心の扉が開いてからです。この後ですね。ですからね、この最初のアプローチアウト、アプローチの本当最初の最初の30秒だけは、まあ、終始一貫してもう本当に忙しいとこめんどくさいとこすいませんっていう、この雰囲気は必ず出すようにしておいてください。 で、この後にですね、アプローチで心の扉開いて、ちゃんとその問題引き出したら、もう立場逆転してます。もうこっちが堂々と、あ、そんな問題あったんですかじゃあ任してくださいってなりますから、もう今は最初の30秒だけちょっと我慢してて大変なんですけどね、しっかり申し訳ないように相手の気持ちを察してあげて、その雰囲気だけ忘れにしていてくださいね。ですが、ちょっとたくさん話しましたけど、じゃあ結構ですってもういきなり言われました。一言、もう一言、結構ですだけ言われました。それに対して引き下がったらダメで、あ、そうですよね。突然、すいません。もう急 詳しいとこめんどくさいとこすいません。と、ただ大事なことね。あのあるからもう直接来させてもらってるんで、少しだけお時間ください。丸山さん、すいません。ちなみに〇〇でお間違いなかったですよね。っていうこんな感じですね。まあ、これやるだけでね。結構です。で、ガチャ切りされる確率がもう一気に減りますから、今のね。もう間髪入れずに喋れるように常に練習しといてくださいね。 もうここがね、ぐだぐだやったら、またこれもね、別にあの、聞く気になってくれませんから、今のダーッと一気に言えるようにしっかり練習してくださいね。 ぜひご活用くださいね。で、あの、このイ,イエス取った後ですよ。この後何喋ったらええねんという方、ちょ、ちょっと待ってください。あの、全部の、えー、話をまとめてからの全部同じ話になりますんで、ちょっとだけね、あの、気になる方待っててくださいね。まずはその個別のアプローチアウトに対しての切り返しだけお話しさせていただきますね。えー、それでは続きましていきましょう。今、忙しいですね。これもまあ、業種商品関係なく言われるのは間違いないですね。 で、これに対してまずダメなのがもうすぐ引き下がることです。要するに、あ、そうですか、忙しかったですかあ、いつ頃だったらご都合よろしいですかとかですよね。とかね、あ、あ、お忙しかったですかじゃあまた後であの時間空けてからご連絡しますねとかですね。もうそんなん言っても結局ダメです、絶対に。もうなぜならね、半分本まで多分忙しかったんですよ。半分本までですけど、半分以上はもうね、手のいい断り文句ですから。ですからね、もうそれに対してもう分かりました。じゃあいつやったらいけますかとか聞いても絶対ダメってまず頭にインプットして,てください。 で、このね、あの、忙しいなんですけどね、ほんまに忙しい時ってあるんですよ。もうね、皆さんも逆の立場でてわかりましたよね。家でほんまに忙しい時、ね、仕事中でほんまに忙しい時、もう手離せない時ってあるじゃないですか、正直。で、こういう時に頑張って切り替えしても結局ダメはダメです、絶対にね。ただ、先ほども言いました。半分はほんまに忙しいからダメなんですけど、半分は手のいい断り文句ですから、この断り文句の場合はしっかりちゃんと切り替えしたら、やっぱりあの話を聞いてくれる人ってたくさんいます。 ま、考え方では私はさっきの結構ですともう考え方は一緒やと思ってください。もうですからね、とにかく引き下がらないでください。で、もう一つね、あの、このじゃあほんまに忙しいのはもう無理なんですよ。でも、手のいい断り文句もあるわけですよ。で、どっちかわからないわけなんですよ。で、どっちやろうって思ってね、その判断すること自体はもうやめてください、絶対。もう勝手な判断でね、あ、この人はこの感じ、ほんまにちょっと忙しそうやな、とかですよね。 とか、あ、ちょっと待って、この忙しいは、でもちょっと押したらいけそうやなとかですよね。こういうね、判断入れた時点でもうアポ率は下がります。ね、なぜならね、そんなん結局は分からないからなんですよ。もうこれビジネスにおいてめちゃめちゃ大事なルールがあって、それは何かっていうと、あの、判断できないことは判断しないです。ね、ほんまに忙しいか、丁寧に断られてこんなん結局結果論でしか分かりませんから、もう判断できないことは判断してはいけません、絶対に。ね、もう判断せずに同じ対応でやってみるってことなんですよ。 ね、もうビジネスなんてすべて何かをやった結果論でしかありません。で、この結果を1%でも良くするのが我々ビジネスマンの仕事なわけなんですよ。ですからね、ほんまに忙しいんかな、この人。いや、でも実は手のいい断り目的だ。そんな判断せずに、もう決めた切り返しをドーンとやる。もうこれが一番効果的です。ですのでね、もう必ず忙しいって言われたらもう判断せずに、ちゃんと、あの、引き下がらずにちゃんと切り返しましょうってことですね。 で、もうこれもね、先ほど基本は一緒なんですよ。あの、まず切り替え方は、もう忙しいとこ、ほんますいません。でも大事なことあるから直接連絡してます。直接来てますっていう。もうこの姿勢は一緒です。でね、この結構ですとちょっと違う姿勢は、あ、この忙しいに対して、あ、忙しい、そうですよね。じゃあ、いつ切ってもらっても、いつもガチャ切りしても構いませんからねっていう、なんかね、逃げ道を作っといてあげるのが一番いいんですよ。 要するにお客様にちょっと切っていいっていう自由を与えておく。このスタンスが一番ベストですね。では行きましょう。例えばテレアポだったらですね。あ、忙しいと言われました。あ、そうですよね。もう突然のお電話も大変申し訳ございません。忙しい中すいません。ね、もうそんな中で直接ご連絡してる理由がございましてね。で、もしですよ、〇〇さんがもう必要ないなと思ったらもうすぐにもうガチャって切ってもらって構いませんのでご安心ください。そういった意味ですいません。少しだけお時間をお願いいたします。と、えー、こんな感じですね。 で、これちょっと解説しますと、まあ、忙しいに対してね、あ、まあでもあの、ね、忙しい中すいませんと、でも大事なことやから聞いてねっていう、なんかね、強制感を出すと、ちょっと相手は引いちゃうんですよ。いわゆるこの強制感ってところがポイントでね、大事なことやから聞いてねとかっていう、この強制感ってあんま良くなくて、これあの、営業、この感覚がわかる人は結構営業に長けてる人だと思います。で、なぜかというとね、この強制感が出ると、一気に、あの、最終的な契約率でやっぱ下がっちゃうんですよ。 これね、ほんと心理学的に大事なことなんですけど、あの、これね、心理的リアクタンスっていうのがあるんですね。この心理的リアクタンスってもうほとんどの人がもう絶対持ってるもので何かっていうと、人ってね、強制されると反発したくなる。ね、人ってのはやっぱ自由を持っときたいっていう、こういう考え方なんですよ。ね、もう強制されると逆にそれに反発したくなる。まあ、例えばですけど、なんか、コンビニとかね、公共のトイレとかで、綺麗に使ってくださいって、 もう強制下のように強い言葉を使ってるトイレって大体汚いですね。あ、理由がね、あんなはっきりバーンって綺麗に使ってください。文字にされたら、やっぱり人って、ね、反発したくなっちゃうんですよ。だから、なんか逆に汚いんですよ、そういうところって。ですのでね、まあ、とにかく強制がダメです。あの、ある程度の自由を与えておかないとダメ。ここがポイントなんですよ、実は。そのための一言がもうご理解いただきましたかね。もし〇〇様が聞いてもらって必要ないなと思ったら、もうすぐ電話切ってもらって構いませんのでご安心ください。 です。この一言、この一言はいわゆるお客さんにもういつ切ってもいいからってこの自由を与えてるの分かりますよね。この自由を与えただけでお客さんって実は聞いてくれるんですよ。もうそれに対してなんか熱意だけの、なんかもう本当に熱意丸出しの、もう忙しいと思いますがすぐ終わらせますのでしっかり聞いてくださいみたいな、こうもう熱意丸出し、強制感丸出しになってしまうと、ああ、もういいですいいですってガチャってまたやっぱ切られやすくなるんですね。 とかね、なんか、なんでしょう、強制感でダメなトークって結構役所感出す営業さんも多くて、あのもう今ちょうどこの工事でね、一件一件必ず皆さんにお伝えすることありますんで、とか、こういう強制感で出てきてもらったとしても、もうね、心理的リアクスタンス的に、もう脳からのスタートなんです。なんか嫌いな、なんでいちいち出なあかんねんって感じなんで、あのね、出てもらう、聞いてもらうが最終目的じゃなくて、 契約をもらうが最終目的なんですよ。なんかそういった意味では、もう最初の時点で失敗してる入り方なんですよ。なんかね、そう役所感出したりとか、もう順番順番お伺いしてるとか、こういうトークは絶対大変です。特別感です。あなたのためだけに直接連絡してると。で、でももう必要ないなと思ったらいつ切ってもらっても構いませんから、ちょっとだけ聞いてねっていうこんな感じです。じゃあこれ、法犯だったらですよね。あ、そうですよね。忙しかったですよね。本当に忙しい中、もう大変申し訳ございません。 もうそんな中でね、〇〇様に直接お伝えすることがありましたんで、もう直接お伺いさせてもらってまして、もしですよ、もう〇〇様がもうそんな話必要ないやんと思われたらもうドアガチャってもう勝手にあの、閉められて構いませんのでね、ご安心ください。と、こんな感じですね。もう電話やったらすぐガチャ切りしていいし、後半やったらもうすぐドア閉めてもらって、もう黙ってドア閉めてもらっていいですから、とかね。まあこういうね、具体的なワードも入れるのももうベストですね。え、ぜひ使ってください。で、この後ですよ、先ほどと一緒です。あの、ここで、どうや。 この人、話聞いてくれる方が伺っててもダメです。間髪入れずに、イエスの質問をしましょうということですね。これはもう先ほどと一緒です。で、〇〇さんもすいません。あの、これ〇〇ではお間違いなかったですかねです。で、ここで、あ、まあそうあ、そうですよねって言って、ようやく聞く体制を作ってから、ここからアプローチに入っていきましょうということです。ということでね、このアプローチアウト、最初のアウトは結構ですとか、忙しいとかに関しては、実はね、あの、基本の方は本当一緒です。 ね、もう突然でごめんね、忙しいとこごめんね、興味ないよね、そうですよね、ただ大事なことやからお伺いしてるんで、ちょっと話聞いてね、いつ切ってもらってもいいからね、これ、丸る様、丸るでお間違いなかったですよね、っていう、もうこの方は一緒ですね。ですから今の方ね、えー、しっかり自分で頭に入れて、で、自分の詳細だったら、じゃあこのイエスかなって形でね、えー、使っていってほしいなと思います。で、あの話戻りますけどね、この忙しいのお断りは、まあ、ほんまに忙しい場合あるんですよ。じゃあ今のは言ったところで、いやいや、ごめん、お兄ちゃんほんまに忙しいねんって言われるわけですよ。 で、ここでワンポイント。まあ、普通と一流の違いですね。ここでね、あの、まだ引き下がらんといてほしいんですよ。まあ、何度も言います。ほんまに判断できません。それでも断り文句の忙しいもあれば、いや、ほんまに忙しいからごめんねっていう場合もあるわけなんですよ。ですからね、あの、もう一回めげずに、あ、そうですよね。本当に忙しいですよね。で、ほんまに忙しかったらもうガチャ切りもうドアガチャって閉めてもらっても構いませんご安心くださいね。で、丸るさんすみません。本当にまるまるでお待ちになかったですかね。っていうこんな感じです。とね、もう一回切り返してください。 で、なぜかというとね、私もこれね、必ずね、もうガチャ切りされるか、ドア閉められるかまで必ず私やるタイプの人間なんですよ。じゃあね、一回言って忙しいって言われたところで、二回やったらほんで何なんじゃあ聞くわって言って、まあ相手が諦めるじゃないですけど、もうなんかしつこいなと思われたとしても、まあじゃあ聞いたるかってなるお客さん、もう山ほどいるんですよ、実は。もうこれはね、私はもう今までもう何,もう何千度とやってきたから言い切れますね。 で、実はね、じゃあ、もう、もう、わかった、聞いたるって、こういう人がめちゃくちゃ決まりやすいです。なぜならね、やっぱ他の営業さんがここまで2回寄せるって多分ほぼほぼやってないんですよ。だから、こういう、まあもうわかった、あんな聞いたるわってなったお客さんでね、意外と営業慣れをしてないんですよ。あんま情報も知らないお客さんなんで、意外と普通に営業したら、あ,あ、そうなん、じゃあやろうかって、普通になるお客さんめちゃくちゃ多いんですよ。まあ要するに、最初の断りが強いだけで、その後、そこ突破したらめっちゃ決まりやすいってい、そんな感じですね。 ですからね、必ず最初に、こう、こう、こうでお願いしますって言ってアプローチする。それに対して、いや、忙しいですって言われる。あ、忙しいよね。あの、でも大事なことはちょっと聞いてね。いや、それでもほんまに忙しいね。あ、そうですよね。ほんまに忙しいですよね。でも、ちょっと聞いてねっていう。1、2、3回です。 三回押すこと。これうちでは三動詞って呼んでるんですけどね。もうこの三動詞頑張って徹底してください。そうすることで必ず聞いてくれる人が増えるだけじゃなくて、契約率が高いお客さんにも出会えることになりますのでね。ぜひ頑張って徹底してくださいね。ということで、あの、忙しいに対する切り返しでした。それでは最後ね、あの、聞いたことある。これ行きましょう。 ね。要するに、あもう以前も聞いたことあるからとか、もう何回もそういう話聞いてるからっていう、こんな感じですよね。まあ、これなんですけどね、もうこれも基本的にはもう今までの型通りでいいんです。型通りでいいんですけども、まあ、せっかくなんでね、じゃあちょっと別の方、ちょっとここでね、これに対してお伝えしていきますね。で、まずな、まずね、これダメな聞き方あります。ダメなんが何かっていうとね、あそうですよね、聞いたことありますよね。ああ、その時ダメやったんです。ちなみに何がダメやったんですか とかですね。もうこのね、なんで聞いてダメやったんですかなんでやらなかったんですかって聞く質問ってほんまもう、ね、もうあの、脳科学のもう僕勉強した人間から言うともう、もう二流三流以下やと思っておいてください。もう理由はね、わざわざまたアウトを取りに行ってる感じなんですよ。これもう先ほど言いました、あの、脳科学的に脳科学は、あの、聞かれたら絶対その質問に反応するようになってるんですよ。 ですからね、先からずっと言ってますけど、必ず、この最初断ろうと、脳は断ろうと、脳にスイッチが入ってるんですよで。このスイッチをイエスに切り替えんとダメなんで、〇〇でお間違いなかったですよね、とかっていう、このイエスの質問をしましょうってことをずっと言い続けてきましたね。 にもかかわらず分かりましたかねなんでダメやったんですかえ、聞いてなんでやらなかったんですかねどこがダメやったんですかって聞いたときに、また、じゃあ、脳みそはイエスとノーどっちの質問ですかって言ったら、これもノーの質問なんですよ。いや、こうやからあかんかって、もうこういう理由で、もううちはやれへんって決めて、みたいな感じで、切り替えるだけじゃなくて、ノーをもう一回喋らすぐらいさせてるんですよ。 で、またもうダメな人、あ、ちなみになんでそれまた会わなかったんですかとかね。えー、要するにお客さんが、いやもううちは会えへんかったからええねん。え、ちなみにどこが会わなかったんですかで、また脳の質問をするわけなんですよ。 まあなんかね、あの、そういう営業さんめちゃめちゃ多いですから、えー、ごめんなさい、今なんでこんな質問立て続けにするんですかって僕営業さんに聞くわけですよ。そしたら営業さんが、いや、まあそこをなんとかこう聞き出して、なんか解決できたら、ちょっと突破口になるからみたいなね。まあなんか狙いは立派なこと言うてますけど、もう農家的にね、あの、契約率的に全くダメです。逆に僕も、あ、そう、あそういう狙いなんですね。ちなみにじゃあ、それで契約になったことってあるんですかって聞いたら、いや、まあ言われたらほぼほぼないですねって方がほとんどなわけなんですよ。 ですから、あの、もう一度言いますね。大事なことあの、脳になってます。脳みそが。だから、この脳を脳のままにしたらダメやし、さらに脳を積み重ねてもダメなんで、イエスに切り替える質問をせんとダメってことなんですよ。じゃあ、どういう質問になるかですよね。あの、じゃあ、やってみましょう。最初の入りは一緒です。まあ、法犯だったらそうですね。まあ、例えば何でしょう。まあ、じゃあ、例えば太陽光蓄電池とかの営業をされてる方が法犯で、ああ、もうそういう太陽光の話聞いたことあるからって言われましたと。 じゃあ、それに対して、あ、そうですよね。もうこういう話って多分何度も聞いたことありますよね。もう何度もね、お伺いして大変申し訳ございません。で、そんな中でね、こちらの地域も何度も聞いたことあんねんって方からですよ、今ね、たくさんのこちらの地域実はお申し込みいただいてるんですよ。ですんでね、実は直接その理由をね、まるまるさんにもお伝えしに来てるんですね。ちなみにね、まるまるさん、その、たくさんこちらの地域でお申し込み増えてる理由って、実はな、何やと思いますと、こんな感じの質問がもうベスト中のベストですね。 要するに何度も聞いてるっておっしゃってた方が今こちらの地域そんな方々がもうたくさんお申し込みや問い合わせが実はめちゃくちゃ増えてるんですと。え、これって丸村様ちなみにな、なんでだと思いますってことですね。まあ私もね、この切り返しのこの方をあの、すごい好んでよく使ってましたね。もうわかりましたね。これのいわゆるマイナスに対してイエスに切り替える質問なんですよ。 ね、もうずっと何度も聞いたことあるからって言って断ってた〇〇さんの同じような人たちから実は問い合わせや申し込みが増えてるんですよ。なんでやと思いますって言ったら必ず脳はその質問に反応するようになってます、絶対。そう、もう脳って本当正直なんでね、いい意味でも悪い意味でも。ですから、え、増えてんのなんでやろうえ、なんかあんのっていう、こう、必ずね、なんで増えたかの、増えた理由に対してこ、これイエスにスイッチがバチンと切り替わる瞬間なんですよ。 で、もうあの経験上です。あの皆さんも経験します。この質問をするじゃないですか。大概ね、なんか微妙な反応がほとんどなんですよ。まあ、お客さんが明言しないと言ったらいいですかね。要するに、えふ、んあえあうんみたいな、こんな感じです。 で、この微妙な反応が出てからです。あの、答え言うのまだ早いんですよ。必ず、脳みそをはっきりとイエス、答えもイエスにさせてほしいんですよ。ですから質問が何か、この質問ですよ。えんえっていう、こんな反応をしていただいたら、あ、で、すいません、丸丸さん、突然変な質問すいませんでした。あの、ちなみになんですけど、丸様丸様丸丸でお間違いなかったですよねっていう、もう、はっきりまたここでイエスを取る質問をまたするわけなんですよ。ここではっきり、ああ、そうですけどって、はっきりイエスを言ってもらってから、 あ、そうでしたよね。で、って言って、ここからアプローチを喋っていきましょうっていうことになるんですよ。もうこれね、もう本当にね、この方ぜひやってみてください。まあ要するに今までね、経験的に、あ、この人は断られてるなんていう人が、なんか話聞いてくるようになったなって絶対実感するはずです。これね、本当にね、このアプローチアウトのこの今日言った3つをする前とした後のもう数字をはっきりとっておいてほしいですね。もう絶対効果ある切り返しですから。 という形でね、まあこの聞いたことあるっていう質問に対しては、まあ今みたいな、あの聞いたことある人がたくさん申し込み増えてる。なんでやと思いますって言って、バチッとプラスに切り替えて、で、あ、もう突然の電話で、ご質問すいませんでした。変な質問ね。で、丸山さんもちなみに丸山ではお間違いなかったですよねって、またはっきりとしたイエスをもらう。で、この後アプローチをしていきましょう。 という形でした。まあこれね、いろんな商材があると思いますからね、いろんな自分の商材商品に合わせて、ね、当てはめてトーク作ってみてくださいね。で、やっぱりね、こういったね、まあいわゆる具体的なトークですよね、こういうのって皆様ちゃんと準備できてますかってことなんですよ。まあ要するに同じ100件の法犯、同じ100件のテレアポであっても、これ具体的な切り返しトークが準備できてる人って、もう絶対数字上がってます。ね、しかもそれが1日じゃなくて1ヶ月経ったら大きな差として出てくるわけなんですよ。 ですからね、あの、本当に何度も言います。あの、話聞いてくれる人を探すだけじゃなくて、聞く体制を作る工夫や努力、こういうトークを準備してたら、圧倒的に聞いてくれる人が増えてくるわけなんですよ。で、その圧倒的な数からまた契約の数が増えてくるわけなんですね。で、じゃあこのね、聞く体制作ってからですよ。イエスで聞く体制を作ってから、この後何をするかです。この後がまさにアプローチ、ね、心の扉を開きに行ってくださいってことなんですよ。 ね、なぜならね、お客さんは心の扉があって、これを開かない限りは、ヒアリングした時に本音を喋ってくれないわけなんですよ。で、お客様が、いや、実はこういうことで困ってた、こういうことがどうしたいか分からんかったって言ってもらった上で、あ、じゃあ、うち実はこういうことができるんですよ、と言って、プレゼンであったり、アポを取っていきましょう、ということなんですよ。 これがご理解いただけると思いますし、で、逆に、あ、ちょっと待って、その心の扉を開くって一言で言、これ具体的にはじゃあどんなトークなんて思った方はね、もうぜひ我々即決営業のセミナーにご参加ください。もうなぜならね、我々のセミナーや研修ってね、もう先ほどみたいに具体的なトークなんですよ。これをしっかり手にしてもらう研修やセミナーになってるわけなんですね。ですから皆さんがね、とにかく売れるトークスクリプト、もうこれがきっちり仕上がります。ですのでね、まあ皆さん売れましたってとにかく喜んでいただいてるんですね。 ですのでね、なんかそう言われたらこういう切り返しとかトークスクリプトって準備してなかったなって方はね、えー、ぜひ、あの、ご参加ください。あの、私はですね、大阪で待ってます。で、また、今、あの、ウェブでもやっておりますのでね、あの、全国からのご参加お待ちしておりますね。で、あの、私、犬もやってますからね、もしね、あ、じゃあ、せっかくやったら犬居さんの出てみるかと思われた方、ぜひ期待しといてください。もうね、その期待をね、絶対超える自信ありますから、楽しみにしといてくださいね。素欠営業以上、まとめますとね、えー、アプローチアウトの切り返し。まずはですね、結構です。 ね、これに対しては「あそうですよね」「めんどくさいですよね」「突然すいません」「ただ大事なことあるからちょっと話聞いてくださいね」「〇〇様ま〇,〇でお間違いなかったですよね」っていうこの形をいきましょうそして2つ目「忙しい」ですね「あそうですよね忙しいとこ」と本当すいません、ね」でも大事なことあって直接来てるんですけど「必要ないな」と思われたらすぐ切ってもらっていいからご安心くださいねちなみに「〇〇様ま〇,〇でお間違いなかったですよね」はい、が「忙しい」ですね そして最後、あ、もう聞いたことあるから結構です。に対しては、あ、そうですよね、聞いたことありますよね。そんな中で皆さん聞いたことあるって方、この地域の方々がね、たくさん申し込みは問い合わせ増えてるんですよ。これ丸々さんね、その理由って何だと思われますいや、何やろうな。ううん、ん、あ、そうですね、突然変な質問すみませんでした。ちなみに丸々さんあは、丸々でお間違いなかったですよね。です。こういう形でね、まずは聞く体制、聞くいてくれる人の数を絶対的に増やしていきましょう。ということでした。 えー、そしてこのチャンネルではですね、即決の技術を伝え、営業さんのね、売り上げを上げるために、えー、日々動画を配信しております。えー、またね、えー、なるほどなと思われた方ですね、えー、ぜひまた高評価、コメント、えー、またチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。営業はですね、結局です。しっかり準備した人が勝つ世界です。これからもしっかり準備、頑張っていきましょう。以上、株式会社即決営業、人情派の犬でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から、公式 LINE に登録してください。 あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。